中国男子サッカーは、2002年の日韓ワールドカップ、W 杯から W 杯の舞台から遠ざかっている。近年では、同じアジアの日本や韓国に比べてめぼしい成績を残せていないが、中国サッカー協会の新会長に就任した孫海氏は、何が問題かを把握し、改善に取り組めれば、ライバル国に食らいつく可能性はあると考えているようだ。中国のサッカー専門誌、ジョック報が伝えた。10月16日に中国サッカー協会の新会長に就任したばかりの孫海氏は、25日に協会内のスタッフたちと初めて対面。そこで就任スピーチを行ったという。中国のサッカー専門誌、ジョック報は、孫海氏がスピーチの最後に、かつてリエドー、リー・ワイトン、は極東選手権競技大会で中国代表を率いて日本に勝利した。1987年には日本に 2-0 で破っている。92年に負けるまで、80年代は日本の先を行っていた。負けているのはこの30年間だけだ、と語り、スタッフたちを激励したと伝えている。我々は日本や韓国よりも愚かということではない。彼らがうまくやれるなら、我々もうまくやれるはずだ。しかし、まずは何が問題を把握し、認め、解決する必要がある。我々が日本や韓国と比べて何がどれほど劣っているかを把握する。どうやって取り組んでいくべきか。そこから一歩ずつ前に進んでいくんだ。近年、中国は日本や韓国に比べて育成環境の整備の必要性が指摘されてきたが、新会長孫海氏の下で今後どのような動きがあるのか、注目が集まる。